コモドーレは、ドイツの自動車メーカー、オペルが1967年から1982年まで、生産した、中型乗用車で、レコルトの6気筒版である。日本にも1970年代前半まで、当時の輸入総代理店、東方モーターズによって輸入されたが、その当時は、オペルカマドールと呼称された。コモドーレ C はオーストラリアで、 ホールデンコモドアとして生産され、ホールデンの主力車種に成長した。コモドーレークーペレコルト C の6気筒モデルが1967年に独立。当初のエンジンは 2200cc95 馬力と 2500cc120 馬力であったが、間もなく、ツインキャブ 2500cc130 馬力の GS が追加され、スポーティーなイメージを前面に出す。 販売戦略を取り始める。ボディは4ドアセダンと2ドアクーペの2種類であった。1969年モデルでは 2200cc は廃止、2500cc は6ベアリング化で120馬力に強化、オートマチックの3速化、ガソリンタンク容量の70リットルへの拡大、サイドブレーキ位置をダッシュ下のステッキ型からフロアトンネル上のレバー式に変更するなど、 ヨーロッパの高速車にふさわしい改良が施された。1970年3月には GSE が追加された。ボッシュ製 D ジェトロニック燃料噴射で150馬力に強化されたエンジンで最高速時速1 9 7トルをマークする高性能車となり、オペルのモータースポーツ部門、シュタインメッツによってチューンされ、WRC のグループには、 ツーリングカーレースでも活躍した。1970年4月には 2800cc145 馬力の GS2800 も登場した。A シリーズの生産台数は156330台で、うち2574台が g s 系であった。コモドーレ B レコルト C から DA のモデルチェンジに合わせて、コモドーレもフルモデルチェンジされ、B に発展した。 バリエーションは 2500S、2500GS、2800GS、2800GS、E で、エンジン出力は115から160馬力であった。1974年には排気ガス規制の強化に、対応すべく 2500cc モデルが落とされ、2800cc129 から155馬力となった。このドーレシーレコルト E のモデルチェンジと同時に、 発表された C は、レコルト同様、クーペが廃止され4ドアセダンと新登場の後、ドアワゴンの2種類となり、スポーティ路線からレコルトの豪華版に方向転換された。エンジンも 2500cc に縮小された。この結果、レコルトとより大型のセネターの間に挟まれた、中途半端で地味な存在となったが、オーストラリアや南アフリカでは、 主力車種として育っていくこととなった。韓国でもデーウロイヤルとして作られた。また、英国ではボックスホールの弁当らとの車種統合が行われ、1979年からバイスロイとして生産された。ドイツでのコモドーレ生産は1982年に終了した。ありがとうございます。